杉原洋は、島根県氷川郡氷川町出身の元プロ野球選手、右藤左だ。平家星高等学校時代は2001年夏、2002年夏の甲子園に出場。2003年のプロ野球ドラフト会議で、千葉ロッテマリーンズから3巡目指名を受け入団。2軍では、9位を高めるホーム改造にも成功し大いに注目されたが、 縫い目が高い進行式級への対応に苦しみ、高校時代の右肩痛の再発など、度重なる故障にも見舞われた。一軍登板がないまま2006年10月2日に、戦力外通告を受け12月1日に自由、契約選手公示された。その後、社会人野球チームの飲むベースボールクラブのウェブサイトを見て、トライアウトに応募し合格、入団。 株式会社スマートバリューに入社。モバイルデブの中で、携帯事業で働きながら、練習に励んできた。2009年の社会時に野球日本選手権、大会近畿最終予選で、ノーヒットのオーランを達成した。2009年11月に、横浜ベイスターズが、選手契約を発表した。2010年7月21日に、ロッテ時代も含めて、初めての一軍登板を、 先発投手という形で果たすも、2回1、3を3失点という内容だった。翌2011年は1軍当板はなく、2軍でも6試合の当板に終わる。10月9日に戦力外通告を受け、12月2日に自由、契約公示された。柳川事件後、元、NPB 選手は社会人野球チームを経て、NPB チームに入団するのは、渡辺隆夫、 宇野正美に次ぐ三例目である。ありがとうございます。